クリサンセマム・ムルチコーレは、菊科の園芸植物である。名称はシノニムであるクリサンセマム・マルティコールから、アルジェリアを原産地とする耐寒性、または反耐寒性の一年層。草丈20センチメートルくらいで、茎は、ムルチコーレの名の通り、根元からよく分子して捕復して広がる。花は、通常3月から5月頃まで開花し、 直径2センチメートルくらいの鮮やかな黄色の登場花である。1962年5月に、坂田修行が同社の通信販売用カタログである園芸通信で発表し、花壇用、プランター用の草花としてポピュラーなものになった。これをステフス族は、ヨーロッパ西部と対岸のアルジェリア付近に2種あるだけの小さな族である。族の学名は、ヤのような王冠を意味し、 感毛の形に由来するという。こぼれ種で増えることもある比較的丈夫な草花だが、市販品の種は1袋を丁寧に巻いても20本ほどしか発芽しないため、朝鉢に消毒済みの培養土を入れた根を巻き、隠れる程度の複土をして鉢底から吸水させる方が良い。巻き時は秋の悲岸頃が好ましい。適当な大きさになったら、 花壇に20から30センチメートルの株まで定食する。半日以上日が当たり、特に水はけの良いところを好む。花壇に植えたり、プランターに植えて楽しむ。特に白花の監視ロギックとは、一緒に植えると黄色と白のコントラストが良く、相性が良い。ありがとうございます。